占い、森島の戦い。占い、森島の戦い。シュムシュー島の戦いは、太平洋戦争終戦後、もしくは終戦準備、戦闘停止期間中の1945年、昭和20年8月18日から21日に、千島列島東端の占い森島で行われた、ソ連労働赤軍と大日本帝国陸軍との間の戦闘である。ソ連は8月9日に、 日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦。ポツダム宣言受諾により太平洋戦争が停戦した後の8月18日未明、ソ連軍は占い森島も奇襲攻撃し、ポツダム宣言受諾に伴い武装解除中であった日本軍守備隊と戦闘となった。戦闘は日本軍優勢に推移するものの、軍名により21日に日本軍が降伏して停戦が、 成立23日に日本軍は武装解除された。捕虜となった日本兵は、その後体制が法的根拠なく拉致され、シベリアへ抑留された。千島列島のほぼ最北端にあり、北東は千島海峡、ロシア名、第1クリル海峡を挟んで、カムチャツカ半島、ロパトカ岬に面する。南にはバラムシル海峡、ロシア名第2クリル海峡を挟んで、 バラムシル島がある。面積は230平方キロメートルで、海抜200メートルくらいの緩やかな丘陵が続き、沼地と草原である。オホーツク海と太平洋に囲まれ、夏季でも摂氏15度くらいで濃霧が多い。冬季はマイナス15度の極寒の上に吹雪となる。1945年2月のヤルタ会談で結ばれた秘密協定では、ソビエト連邦、 ソ連が日本との戦争に参戦すること、その場合は戦後、北緯50度線以南のカラフト南部、南カラフトなどをソ連に返還し、千島列島については引き渡すことが決められていた。もっとも8月15日にアメリカのトルーマン大統領がソ連のスターリン首相に送った日本軍の降伏受け入れ分担に関する通知では、千島列島について、 ソ連の分担地域とは記されていなかった。そのため、ソ連側は、千島列島及び北海道北東部、クシロルモリを結んだ、直線移北をソ連担当地区とすることを求め、アメリカも17日付の回答で、千島列島については同意した。日本側は、陸軍第五方面軍、司令官、樋口樋一郎中条霊下の諸部隊が、対アメリカ戦を予想して、占い、森島、 バラムシル島の要塞化を進めていた。1945年、昭和20年になると、本土結成や北海道本島防衛のため兵力が引き抜かれたが、終戦時点でも第91師団、二個旅団機関を要していた。また、これまで北方方面はほとんど戦闘がなかったため、食料、弾薬の備蓄が比較的豊富であった。さらに、満州から転身した。 精鋭の戦車第十一連隊も置かれていた。海軍は、岸島方面特別根拠地帯を置いていたが、陸軍同様に主力を北海道へ移転して、解体してしまい、南部の片岡基地を中心に第、第五十一、第五十二警備隊などを配置している程度だった。航空戦力は、陸軍飛行船隊と海軍航空隊を合わせても、わずか八機の旧型機が残っていただけであった。 1945年、昭和20年に至ってもしたる仮想敵はアメリカ軍であり、ソ連に対する戦備としては特別の配慮はなく、対米戦備がそのまま利用されるものとなっていた。守備戦力が減少したことから、配備方針は決戦から領域確保に変更され、バラムシル海峡の通行阻止に重点が置かれた。そのため5月にはバラムシル島南部の陸軍部隊を、 バラムシル海峡に面した柏原付近に集中させ、占い森島についても南部に4個大隊を集中配備して、北部には遊撃戦任務の1個大隊のみが配置された。ただし、北部でも国橋先などの一部拠点については死守し、可能な範囲で敵の内陸侵入を阻止するものとされた。兵力は以下の通り。ただし、日本軍は直接戦闘に加わったのは、 在占い、森島の8500人のみで、残りの兵力は、バラムシル島にあった。1945年8月15日、極東ソビエト軍総司令官、アレクサンドル・バシレフスキー元帥は、第二極東方面軍司令部、司令官、マクシム・プルカエフ上級大将と太平洋、艦隊司令部、司令官、イワン・マシェフ大将に対し、 千島列島北部の占領に関する作戦の準備及び実施を命令した。参加兵力は以下の通り、南カラフト及び千島列島への進攻に関しては、ソ連海軍、特に太平洋艦隊は艦艇不足であった。このため事前にレンドリースの一環として、米領アラスカ州において、アメリカとソ連の合同で艦艇の値と乗組員の訓練を行う。 フラ計画が実行された。8月12日にアメリカ艦隊がバラムシル島などの北千島一帯に艦砲射撃を行ったが、占い森島には行われなかった。14日、カムチャッカ半島、ロパトカ岬のソ連軍砲台 130mm 海岸砲四門が竹手浜付近の砂浜に数発の砲撃を行った。15日、 日本軍のポツダム宣言受諾が公表され、正午にはソ連軍を除く連合国軍は積極的な行動を停止し、大部分の戦線で停戦状態となった。しかし、同日夕刻には国籍不明機が占い森島を爆撃している。17日午前5時にソ連軍上陸船団は白地から出港し、途中からは無線封刺して前進した。 同日午前6時半頃には海軍飛行連隊の3機が占い森島の偵察と爆撃を行った。さらに同日の日中には第128根性飛行士団所属機が占い森島の軍事目標に対して連続爆撃を行った。ロパと神崎の砲台も占い森島小泊のソ連座商船残骸などに対して砲撃があった。一方日本軍は 8月15日の玉音放送に続き北海道の第5方面軍から18日16時の時点で停戦し、こちらから軍師を派遣。その場合も、なお敵が戦闘を仕掛けてきたら、自衛のための戦闘は妨げずとの命令を受けた。17日までには各部隊に伝達されて戦車の美砲を撤去するなど、武装解除の準備を進め、 化学兵器の海没処分などは終えていた。日本軍は17日にカムチャッカ半島沿岸を集停多数が移動しているのは発見していたが終戦後にソ連軍が進行する可能性はないとして重視していなかった。ただし17日夜半には沿岸拠点の一部に一応の警戒を命じており、竹田浜の前線には独立不評第282大隊 大隊長、村上の重少佐霊下の一個中隊と大隊砲三門、速射砲三門、野砲二門、九砲四門などが展開していた。8月18日午前2時半頃、日本時間、ソ連軍先天隊の海軍不評大隊が占い、森島竹田浜から上陸した。ソ連軍は武器の過重積載のため接岸できず、泳いでの上陸であった。 武田浜を防衛する独立不評、第282大隊は、直ちにこれを攻撃し、ソ連軍も、艦砲射撃を行ったほか、ロパトカミサキからの支援砲撃を開始した。この際、日本軍の攻撃とソ連の艦砲射撃は、どちらが先であったのかについて、両軍とも自軍が先であったとしている。先遣隊には、軽微な損害はあったが、上陸開始後30分ほどで、 海岸に上陸し、沿岸陣地は無視して、島の奥深く前進した。3時30分頃、ソ連軍上陸部隊の主力第一艇団、第138狙撃連隊機関が上陸を開始した。日本軍は、激しい砲撃を加えて上陸用、終艇13隻撃沈波を放置。ソ連側による都市機関艇を含む、上陸用、終艇2隻炎上。 複数が損傷する等の損害を受けた。七時頃に第一艇団の上陸は完了したが、重火器は対戦車砲四門のみで、司令部が壊没したために、部隊の統制は乱れていた。ソ連軍は、艦砲射撃などで、日本軍砲台の制圧を試みたが、効果がなかった。第二艇団、第三百七十三狙撃連隊機関の上陸は、続けて午前七時頃に開始された。 日本軍の砲撃のため上陸に手間取り、午前10時頃になって、ようやく上陸は完了した。依然として、過去の多くは輸送船に残されたままだった。日本軍は、第91師団部隊を援護すべく陸海軍の飛行部隊も出撃させたが、対空砲火で97式艦上攻撃機1機を失い、ソ連側によると、特に戦果はなかった。ただし、 日本軍側の証言によれば、未期間となった、観光1機は、ソ連軍艦艇を攻撃中に、対空砲火により被弾し、別のソ連軍艦艇一隻に、体当たり攻撃して自爆したとされている。一式戦は97観光を援護するとともに、総海艇を攻撃している。なお、翌19日にも97観光が、ソ連軍艦艇を攻撃し、 その中の一機が赤軍総海底 -152 に特攻し、これを撃沈した。生還した97艦航のうち着陸時に一機が損傷した。上陸したソ連軍部隊は日本軍の激しい抵抗を受けるようになったが、午前4時頃には403に接近。403をめぐってソ連軍と日本軍の間で激戦が行われた。悪天候のためソ連軍は 航空機により陸上部隊を直接支援することはできなかった。当初、日本側は上陸してきたのはソ連軍と断定できず国籍不明としていたが次第にソ連軍と認識するに至った。ソ連軍が占い森島に上陸したとの報を受け第5方面軍司令官の樋口喜一郎中将は第91師団に断固反撃に展示。 ソ連軍を撃滅すべしと指令を出した。志願長のみ中将は、射撃可能な砲兵に上陸地点への射撃を命ずると、共に池田末尾大佐、死後、少将へ、新旧率いる戦車第11連隊に対し師団後兵隊の一部と、共に国間方面に進出して敵を撃滅するように命じた。同時に、他の、 第73旅団霊化部隊に対してもできる限りの兵力を集結して全力でこの敵に当たるように命じ、バラムシル島の第74旅団にも船舶公兵の集停による占い森島への移動を命じた。これを受けて戦車第11連隊は直ちに出撃し、第73旅団でも沼尻に配備されていた独立不評、第283大隊、大隊長、 竹下三代二少差をソ連軍の東翼へ差し向け、その他の冷下部隊を国橋先へ前進しようとした。戦車第十一連隊は18日午前5時半頃から連隊庁舎を先頭に4レ山のソ連軍に突撃を行って撃退し、4レ山北斜面のソ連軍も後退させた。ソ連軍は対戦車滝。 対戦車砲4門の他対戦車重約100丁を結集して激しく抵抗を始め、日本戦車を次々と格座、撃破したが、403南東の日本軍校車砲の砲撃を受け、駆けつけてきたドッポ第283大隊も残存戦車を先頭に参戦すると、多数の行き死体を残して、武田浜方面に撤退した。戦車第十一連隊は十七両の戦車を失い、 池田連隊長以下、将校多数を含む96名の戦死者を出した。その後、日本側のドッポ第283大隊は、国橋先に向け前進し、ソ連軍が、すでに占領していた、防備の要所を奪還した。ソ連軍はこの地の再脱出を目指して、攻撃を開始し、激しい戦闘となった。ドッポ第283大隊は大隊長が、重傷を負い、 副官以下50名余りが戦死しながらも、用地を確保して、第73旅団主力の403南側への集結を援護することに成功した。この戦闘の間、ロッパとカミサキからソ連軍 130mm 砲4門が射撃を行ったのに対し、403の日本陸軍の96式 15cm かの1門が応戦して全門の制圧を報じている。 18日午後には、国八先の拠点を確保し、戦車第11連隊と、不評第73旅団主力が403の盗難に、不評第74旅団の一部がその左翼を呼び、後方に展開し、日本軍がソ連軍を殲滅できる有利な体制となった。昼頃に、第5方面軍司令官から、戦闘停止、自衛戦闘以降の命令があったため、 第九十一師団はそれに従い、十八日十六時をもって、積極戦闘を停止することとした。しかし、実際には戦闘は続いた。夜までには、バラムシル島の第七十四旅団も、主力の占い森島天心を終えた。ソ連軍は、霧の晴れ間に航空機を飛ばして、海上輸送の攻撃を行ったが、阻止するには至らなかった。樋口は大本営に現状を報告。 大本営は米軍を率いるマッカーサーに、スターリンへの停戦の働きかけを依頼したが、スターリンはこれを黙殺した。18日16時は停戦時間であったが、なおもソ連軍上陸部隊、狙撃連隊2個と海軍不評大隊は、日本軍に対して攻撃を仕掛けた。艦隊トロッパとか岬からの砲撃も手伝い、幅4深さ5から6にわたって、 共闘法を確保した。すでに反撃行動を停止していた日本軍は、無用の損害を避けるため交代した。ソ連軍航空部隊は、完結的に夜間爆撃を行った。ソ連軍の重砲、自動車など、重量のある貨物の荷下ろしが完了したのは、翌日に日本側沿岸拠点に停戦命令が届き、その砲撃がなくなってからだった。第91師団司令部は、 反撃を命じた当初から軍手派遣を考えており、18日15時、日本側は長島厚氏隊を軍手として、随員2名と護衛兵10名をつけ、停戦交渉のため農務ームの中を派遣した。途中から長島隊員が単独で進んだが、ソ連軍に拘束されてしまい、両軍の連絡は確立されなかった。このため、翌19日朝、 山田秀夫単位らの新たな軍師を派遣し、今度は接触を確認できた。しかし、ソ連側は日本側の最高指揮官の出頭を要求して、交渉に応じなかったため、柳岡師団参謀長や不評大73、旅団長の杉野少将らが3度目の軍師として送られた。会談でソ連側は停戦のみでなく武装解除などを要求し、日本側軍師は 最終的にこれに同意した。報告を受けた、津々師団長は、停戦以外の武装解除などについては、受験していないとして、柳岡参謀長を再派遣し、交渉を行わせた。翌20日8時10分、片岡湾を目指すソ連艦隊6隻が、バラムシル海峡に侵入を試みた。ソ連艦隊を発見した日本海軍第51、警備隊のバラムシル島見は、 公格法により、進路上への警告射撃を行った。これに対して、ソ連艦隊は一斉に砲撃を開始し、戦闘状態となった。日本側の砲台が汚染し、さらに観光2機を離陸させて、威嚇飛行を行わせたため、ソ連艦隊は煙幕を展開して退却した。ソ連軍は、不説艦、オホーツクが、戦士2人、負傷13人の損害を受けるなどした。 ソ連側は、海峡への侵入は、前日の停戦合意に基づく行為であったと主張し、日本軍の行為を、停戦合意を無視した、奇襲攻撃だとしている。20日、地上でも戦闘は再開した。ソ連側は、バラムシル海峡での日本側の配信があったため、攻撃に移ったとしている。二日夕、堤師団長は軍師を通じて、ソ連軍に降伏することを確約したが、 その後も武装解除を遅らせようとした。21日7時、ソ連軍司令官、グネチコ少将は大量通じて、筒見師団長に対して、日本軍の降伏、武装解除の最後通帳を渡した。21日21時、日本軍から回答が得られ、ソ連官場で、筒見師団長は、日本軍の降伏文書に調印した。日には、ソ連軍の監視の下で、 武装解除された。以下に戦闘前後の時間表を示す。ソ連軍は大きな損害を受けながら日本軍の武装解除にたどり着いた。当時のソ連政府機関紙、イズベスチアは8月19日はソ連人民の悲しみの日であり、物日であると述べた。両軍の損害はソ連側の数値によれば日本軍の死傷者1000名、ソ連軍の死傷者1567名である。 日本軍は武装解除後分散されたため、死傷者の正確な数をつかめなかった。ただし、日本軍人による推定値として、日本軍の死傷者は600名程度、ソ連軍の死傷者は3000名程度との数値もある。9月半ばまで、両軍の戦死体は放置されたままであった。日本軍の被害が少なかった理由はいくつかある。占い森島とバラムシル島の日本軍を、 武装解除したソ連軍は北部北千島の残部にデニーソフ海軍小佐指揮下の第一偵察部隊を派遣し27日までに捨て心担当までの日本軍を武装解除した。日本軍の抵抗はなかった。また南部北千島の松和島からシムシル島にはボロウノフ大佐指揮下の第二偵察部隊を派遣した。ここでも日本軍の抵抗はなく武装解除は 順調に進んだ。このため、27日に、ウルップ島日本軍の武装解除の任務が新たに加えられ、31日までに任務を完了した。なお、エトルフ島以南の南千島の武装解除は、カラフ島を占領した部隊の任務だった。武装解除され、捕虜となった日本兵は、しばらくの間、兵舎の整備、越冬準備の薪の収集作業に刺激されていたが、10月、 中旬に、目的地も告げられぬままソ連戦に乗船させられ、シベリアへ抑留された。太平洋戦争期には、占い森島には上住の民間人は、別所次郎蔵氏一家を、はじめ数家族のみであったが、下季にだけ、缶詰工場が稼働するため多数の行員が島を訪れていた。百四十五年八月十五日時点では、広漁業の缶詰工場が稼働しており、 女子校員400から500人を含む漁業関係者が在しましていた。さらに、会社経営の慰安婦も50名ほど取り残されていた。また、海軍施設の建設を受け負った民間作業員も残っており、民間人の総数は2000人を超えていた。8月15日以降、広漁業により、独行船30トン級を使って、早急に送還する計画が作られた。 しかし、日本軍の許可が取れずに、占い森島に泊まっていた。戦火が昇降状態となった8月19日16時、かねてからの計画通り、26隻の独行船に分乗し、ソ連軍機の爆撃を受けながら、濃むに紛れて脱出し、一隻を除いて北海道に帰還した。一隻は中部地島で難破して、助行20人が現地のソ連軍に収容され、 1948年、昭和23年まで抑留された後に帰還した。女子校員以外でも、ソ連軍が日本軍を武装解除している暇に、独行戦闘を使って脱出した者も多かった。最終的には1600名ほどの民間人が占い、森島に取り残された。その後、島にはソ連各地から移住してくる者が現れ、彼らと共に、 漁業、建設労働に従事した。1947年、昭和22年9月20日、日本に帰国を希望する、日本人民間人全員は島を離れ、樺太、猛火に渡り、その後、北海道に帰還した。ソ連人と結婚した等の理由で島に残留した、日本人もごく少数存在したが、やがて島を離れた。2018年9月公開予定の占い。 森島の戦いを描いたアニメ映画占い森島の戦いを日本とロシアの双方の視点で戦争の悲劇を描き日本とロシアの平和を願うアニメ映画を日本青年会議所有者が日露のアニメ制作者に依頼して制作中見たことない日本とロシアの平和を願うアニメ映画を制作しますでのクラウドファンディングも実施楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。